閣総理大臣の鳩山由紀夫 IJGPS 共同議長にお願いをしたいと存じます。それではお願いいたします。安倍元総理、結構よく喋っておられましたね。そのぐらい日本とインドのことは話し足りないぐらいたくさんの出来事がございます。今日を境に日本とインドの新しい関係がスタートいたします。そのスタートの日にこのように大勢の皆様方にお出ましをいただいたことを共同議長の一人として感謝を申し上げます。ありがとうございます。ちょうど半年余り前、インドを訪れました。ビバウさん、そのサミットを成功させるために私も同行させていただいて、新首相をはじめ皆様方にこのサミットを呼びかけさせていただきました。ライアンス会長のアンバニさんも必ず行くからねと言ってくださいました。そして事実、今日おいでくださいました。ありがとうございます。多くの財界の方々にお目にかかって、必ず日本に行こう、行きたいね、多くの方がそう約束をしてくださいました。またシャルマ商工大臣をはじめ政府の関係者の皆さん、あるいはフーダ、ハリヤナ州の首相をはじめ州政府の多くの方々にも目にかかって、絶対に行きますよ、約束もしてくださいました。多くの皆様方がおいでをいただいたことを、インドの皆さんは必ず約束を守っていただけるなと、非常に嬉しく感動を覚えています。私は辛い時、苦境に陥った時に時々インドを訪れます。インドの寺院を訪れて、そして精神的な安らぎをそこで頂戴をいたします。苦しい時にインドの皆さんに救っていただきました。また私はビバウさんに連れていただいて、カシミールでまだテロが盛んに行われていたときに、また国会、インドの国会が襲撃を受けた直後に訪れさせていただいてお参りをいたしました。そのことを当時のバジパイ首相は大変喜んでくださいました。苦しい時に助け合う、今回3月11日の地震、津波、そして原発の大変な事故、日本は今未曾有の国難に直面をしています。このような国難の時に、今までのように日本がインドのために何ができるかではなく、インドの皆さんが日本人のために何ができるか、一緒に考えようじゃないか、そんなお気持ちになって、多くの方がインドからわざわざこのサミットのためにお出ましをくださったことを、本当に感謝に堪えない思いでございます。インドからのご来日、本当にありがとうございます。もう森元総理の方からこの会の趣旨に関してのお話がございました。若干付け加えさせていただくにとどめたいと思います。グローバルパートナーシップサミットですから、単なるパートナーシップサミットではありません。グローバルな
意義を持ちます。ただやはり経済、貿易、金融、こういったお付き合いをさらに深めていくために協力をすることがまずお互いに求められていると思います。その意味でデリー・ムンバイ産業大動脈構想はその幹となるものでありましょう。ただ州の方々もたくさんお見えでありますから、例えばそれぞれの州にさまざまな問題があります。上下水道、農業、スマートシティをはじめとする環境問題、こういったことに対して日本として協力できること、特に先ほどアンバニー会長からお話がありましたように、日本の中小企業の方々が大いに今こそインドに進出をされて、インドのため、日本のためだけではなく、グローバルな視野を持って頑張っていかれることを心から祈念をいたします。それだけではありません。教育や宗教、文化、こういったパートナーシップも大事でありましょう。でもやはりグローバルでありますから、物事を世界を視野に入れて、お互いに何ができるかを考える機会にしていただきたい。オバマ大統領の演説から、核がひょっとしたらいつかなくなるぞ、そんなことが期待されるようになりました。それぞれの立場は違うにせよ、核実験をお互いに世界中の核保有国がやめるようにするには何ができるかを考えることは意義のあることだと思いますし、地球環境問題において私が 25% 削減を主張した、その日本の意思は変わっておりませんから、その目標を達成させるために世界において日本とインドが協力して何ができるか、大いに議論し合っていただきたいと思います。そのような大きな世界を視野に入れた日本とインドのお付き合いが、今日から新たにスタートする、そのことをお互いに喜び合いたいと思います。最後に、今日この席に先ほどからお話がありましたように、菅直人前総理がお出ましをいただいております。菅総理もインドとのお付き合いを深めて、10年先を見ながら、しっかりとした目標を定めて、ビジョンを作り上げてこられた方でございます。私の方からご紹介を申し上げて、実は今日まで総理でおられるかどうかが分からなかったものですから、椅子が一つ足りなくなっておりますが、フロアから上がっていただいて、菅前総理から一言ご挨拶を頂戴をいたしたいと思います。ありがとうございました。